か知らない世界の、どこか知らない遠い国。なぜ俺がこの世界に、今この時、この場所に、なぜ生まれ入れたのか、その意味は何なのか、その答えがまさしくこの一線にある。俺はこの手で世界を作る、新たなる素晴らしき世界。本当に新しい世界を作るの？ねえアスラ。嬉しいってだけでイリアとスパーダについてきてた。でもこれからは違う、二人と一緒に行くんだ。次に会う時は敵同士、容赦しないよ。